町のお母さんからちょっとこの駅がベビーカーとか使えなくて困ってるっていうことで、あ、じゃあちょっと次はこれやってみようかなっていうふうに思いました。すごい嬉しいですね。本当に方南町エレベーターとエスカレーターないので、いつも抱っこ紐で行動していて、ベビーカー使ってないんですけど、レンジャーさんがいるときはベビーカーで行動したいと思います。やっぱりあの人に声かけたりとか人の手助けをするとちょっと恥ずかしいっていうあの感覚がありまして、僕もかなりその感覚を持ってまして、あのやっぱちょっと持ちましょうかっていうのがちょっとできなかったんですよね。やっぱそれで被るようにしました。利用者の会のメンバーの皆さんが待っております。ぜひお気軽に、今年の頭までで1000人を超える方々から署名をいただき、そして皆様が署名をしたり、また別なところで様々な機会でバイヤーに皆様から聞かれます。そういった中で私たちはそういった方からお話を聞いたこともありました。またエレベーターがないということで、それだけ困ってると、住民の方が。しかもあれでしょ、これ東京でオリンピック開くと、しかも首都東京の丸の内線ですよね、一番立派な利用者の多い、これでエレベーターもエスカレーターもないと、ね、おかしいんじゃないかということで、A団にあのプレッシャーをかけてお願いしていくつもりです。今工事を進めていこうとしている、そういった報告がありました。東京メトロは実際明言しませんが、あのオロズズンジャーさんがあれだけ話題になったことで、その運搬補助員の増員っていうのを東京メトロは決めたんだと思います。
こんにちは。